オットー・ショルデラーは、ドイツの画家である、アンディ・ファンタラ・トゥール、バティニョールのアトリエ1870年。絵筆を持つ真似、ポーズを取るアストリック、真似の左後ろから右へ、ショルデラー、ルノワール、ゾラ、メートル、バジール、モネが囲んでいる。フランクフルト・アム・マインで教師の息子に生まれた。フランクフルトの美術学校で、ベッカーやパッサファント2851年まで学んで、 画家になった。画家のビクトル・ミューラーと友人となり、後に義理の兄弟となった。ミューラーからギュスターブ・クールベの作品について教えられ、クールベに影響を受け、ミューラーの勧めで、1857年から1858年に、かけ、パリへ修行に出た。パリでは、アンリファンタラ・トゥールや、エド・アール・マネと友人になり、影響を受けた。ファンタラ・トゥールの作品、バティニョールのアトリエに、 ショルデラーは、マネ、ルノワールらと共に描かれた。1858年からは、多くの芸術家が集まった、フランクフルト近くの別荘地、クローンベルク・イムタウヌスに住むようになり、アントン・ブルガーやブルニッツ、アイゼンといった画家と活動した。1866年には、デュッセルドルフに移り、ダーレン、ロートといった画家と友人になり、ハンストーマとも知り合い。 トーマと1868年にパリを訪れ、不屈戦争が始まる、少し前にドイツに戻った。ドイツに戻った後、ミュンヘンでビルヘルムライブルのグループで活動した。1871年にロンドンに渡り、1899年までロンドンで働き、その後フランクフルトに戻り、フランクフルトで亡くなった。人物が野生物画を得意とした。ありがとうございます。